はい、皆さんこんにちは、ナーフマーケットです。今日はですね、こちらのロケットランチャーのトイガンをレビューしていきたいと思います。バズーカのようなですね、大きなトイガンなんですけれども、使うのはこの独特な形状のロケット弾のような、弾を使っていきます。これスポンジ製でして、当たっても痛くはありません。実はこれ中にLED と入っておりまして、光らせて遊ぶことができます。特に音が鳴ったりとかはありません。この付属するのはいろいろありまして、一つ目がね、このスコープ、可変倍率のスコープらしいんですけれども、到着した時はパッキリと折れておりました。取り付けもねできないようなぐらいにバキバキでしたんで、これまあ使うのに置いておきます。もう一つね、 LED のライトも到着しました。ボタン電池式なんですけれども、ボタン電池、今ちょっとね、手元にないので、省略したいと思います。普通の白い LED だそうですので、懐中電灯として使えるとは思います。あとはですね、安っぽい作りのスリングベルトなんですけれども、こちらもおまけで付いていました。あと特徴的なのがこれですね。フライパン。まあね、これでピンとする方多いと思うんですけれども、ゲーム PUBG の中にね、象徴的なアイテムとなっているフライパンですね。裏面はターゲットになっています。ちょっと傾いているのもね、まあご愛嬌ということで、台座を外すことでフライパンとしてね、装備することもできます。あとね、ここ引っ掛けて使ったりとか、まあいろいろね、使い方はいろいろありますね。でせっかくなんでね、打っていきたいと思うんですけれども、この専用のロケット弾見たことある方多いかなと思います。実はこれですね、同じものを使う迫撃砲。迫撃砲のおもちゃがですね、まず最初に発売されておりまして。で、それにね、追いかける形でこのロケットランチャーが発売されたということになっています。ですね、使い方も全く一緒で、この専用のですね、筒、中に芯が入ってるんですけれども、このお尻のね、バネの部分をこの筒に入れて押し込むことで、ご覧の通りに、まあ、いわゆるバネを圧縮させるというためのね、筒になっています。で、この見ての通りね、中にですね、芯が入っていまして、これをガシャッと押し込めてあげて、で先ほどですね、押し込んだこのロケット弾を入れ込みます。これでも発射準備完了ですね。あとはこの引き金を引くことで、それほどね、飛距離はないんですけれども、こんな感じに発射することができます。一つね、おまけ機能がありまして、サウンド機能あります。めっちゃ中国語ですね。ちなみに何を言ってるかは正直私わかりません。中国語わかりませんので。まあね、おそらく、まあ、命中したぞとかそんな感じの音声なのかなとは思います。で、このですね、ロケットランチャー、バズーカのおもちゃなんですけれども、意外と大きくてですね、長さは68センチあります。こちらのロケット弾に合うような、だいたい、6センチほどの直径なんですけれども、ナーフのこの女神ファイルとちょっと一回り大きいかなってぐらいのファイブになってます。で、皆さん考えるのはね、一緒だと思うんですけれども、実はこの女神ファイルも一応ですけれども発射することができます。こういう風に押し込んであげることで、こんなにね、勢いよく飛び出るわけではないんですけれども、こんな感じに、まあね、不発も多いんで、まあ、あくまでもアホ遊びという使い方なんですけれども、羽のがね、多少引っかかってしまいますんで、羽がちぎれた女神ファイルのね、弾頭部分だけでしたらもうちょっと飛ぶようになるのかなと思います。で、逆にですね、こちらバネがありますので、ナーフにはね、使うことができません。大きさがね、全然違いますんで、この、ロケット弾専用の、ランチャーに入れていただいて、で、発射と、
でも飛距離としてはね、だいたい5メートルぐらい飛べば同じかなというぐらいの、まあ、決してロケット弾のようなポンと遠くまで飛ぶようなものではないというのは、まあ、ご注意ください。ではですね、早速これ試しに打ってみたいと思います。早速ですね、こちらのフライパンめがけて打っていきたいと思います。使い方はね、先ほど言ったようにですね、下に付属の部分に押し込んだバネを圧縮したミサイルをですね、ロケット弾を部分に入れていただいて、これで発射準備完了です。あとはですね、目標に向けて撃つだけで、なかなか派手な音が出ました。で、2発目同じようにですね、全部で3発ついておりますので、で押し込んであげて。で、先とね、同じようにですね、これでオペ打ちバーフ。ちなみに音声なんですけれどもね、もちろんながら、スイッチを切ることでオフにすることができます。これで3発目。ちょっとオフにしてみますね。オフにするとね、普通に対人戦で使えるような音声になります。音声というかね、音になります。迫力あるアイテムなんですけれども、あくまでこの部分ないと発射できなくなりますんで、ナーフ戦、特にね、わちゃわちゃと振るような場合には、ちょっと使いにくい。かなとは思います。次はせっかくなんでこの LED を光らして点灯させて発射してみたいと思います。結構ね、派手にピカピカと光ります。100円ショップのね、まあ、カラフルな LED ライトによくあるタイプの、まあ、点滅の LED 使ってるんだと思います。これね、クリスマスの電飾みたいですけれども、これで発射するとご覧の通りですね、見てわかりますでしょうか。あんまりですね、打った方、打った当人としてはあまりわからなかったりします。かなり明るいんですけれども、弾幅のね、速い関係で実は思ったほど栄光弾のような光の筋が出るようなものではね、ないのがちょっとね、残念ですね。で、一応ですね、比較のためこちらナーフ銃声のフォートナイトのロケットランチャー打っていきたいと思います。こっちがね、ロケランでしたら、あっちはまあミサイルランチャーでしょうか。フラッシー感じがいたしますけれども、で、右にこうやって打ちますと弾速の伸びがね、全然違いますね。まあ、そもそもね、ロケット弾のね、重量が全然違いますし、あとこちらね、空気圧で打つのに対して向こうはバネ式です。スプリングのね、反発力で打つようになってますんで、飛距離としてはこちらが約10メートルショット、向こうは半分の5メートルくらいっていうのが、なんとなくわかりますでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。このメーカー不明のね、 PUBG 風のロケットランチャーなんですけれども、なかなかね、面白いトイガンでして、実際に対人戦で使えるかどうかはね、別としまして、見た目だけでもちょっと本格的なパプリカ砲ですのでね、お部屋に飾るだけでも面白いアイテムにもなります。一応ですね、これ大きい5に見えるんですけれども、2つにね、分割して、まあ、こちらはカバリだけですので、こうやってコンパクトにしてね、収納することもできます。ね、すごくありがたい機能なんですね。で、戻すときも同じように。ナーフと同じようにですね。価格としては大体ですね、5000円ぐらいで送料込みで手に入るかなと思います。税関で止められる、過去にね、一回は止められたことがあります。おそらく電池のせいかなと思うんですけれども、もしね、手に入れる方いらっしゃいましたら、試着時の返金保証があるようなサイトでですね、買っていただければいいかなと思います。大変ね、面白いトイガンですので、よかったら入手する機会あれば、ぜひぜひ手に入れてほしいなと思います。